はい、やってまいりました。ミザリオの音楽堂でございます。今年はですね、暖冬というかなかなか暖かい日々が続いてますね。ということで私も半袖というわけではないんですけど、ちょっとこのシャツはね、この後の出てくるゲストさんにちょっとちなんだ T シャツで、本日配信したいと思います。早速ゲストを紹介したいと思います。エルザワールドのボーカルのライルさんです。はい、エルザワールドのボーカルライルです。よろしくお願いします。お願いします。ということで初登場でございますね。はい、初登場ですね。はい、出たかったんですけど、ね、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、前回ですね、バンドとしては2回目なんですよ。そうですね。はい、はい、ギターのね、はい、ジルちゃんが出演してくださいまして、はい、今回はいよいよ、はい、満を持して満を持してボーカルの、ライルさんが出演するということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、名前出てしまったんですけども、本日来てないメンバーも紹介してください。はい、ギターのジルちゃんと、はい、ドラムのノブくん、はい、この3人でエルザワールドを今やっています。はい、はい、ということでして、早速なんですけど、以前まあね、出演されたんですけども、はい、一昨年かな、もうだいぶ経ってしまいました。はい、改めてエルザワールドというバンド名と、はい、その活動ですね、はい、ちょっとそれについてお話を、はいはい、まずこのエルザワールド、はい、バンド名、エルザワールドというバンド名はリーダーズオブザワールドというね、略称なんですよ。ほうほうほう、世界の先導者になるぞという、先導者にふさわしいこと。早速いいですか。はい、声ですが、ね、ありがとうございます。ちょっと京都弁になってしまいました。この世界の先導者になるべくして、はい、それを掲げてやってます。はい、もう今年で何年目になりますかね。もう先日で4周年迎えました。おめでとうございます。ということは今年東京オリンピックですからということですね。そうですね。はい、でもう、出会ったっていうかですね、まあ、もう今年4年ということで、2年前ですね。はい、実は私がやってる血のりと包帯で、はい、このシャツを着てるこのニムフェスというのが、はい、新宿のクラブサイエンス と、ジルコ東京か、はい、あ、2会場でやりました。そうですね、2会場で、はいはいはい、で、同じね、ジルコ側でした。ジルコ側、あ、はいはいはい、で、だから鏡に止まる。そうですよね、そうですよね。それで、あのライルさんがメイクしながら、次の衣装はエナメルがいいなって言った瞬間に、血のりと包帯メンバーが全員ふって振り返って、何やあの声って、声には出さなかったんですけど、みんな一瞬、全員が全員ふって振り返ったんですよ。これはすごいわと。なんだあのバンド、最後帰り際に、何あれすっげえいい声じゃんっていう話で盛り上がって、やっぱ先導するっていうのをこの4年間ね、やってきた中で、やっぱ声っていうのを武器にしてやってきたわけですね。まあ結果的に、いや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 、これは自信を持って、いや、ありがとうございます、言っていいと思います。はい、で、まあ、ちょっと後ろをちょっと私は振り返ると、エルザワールドと血のりと包帯の名前が、はい、エルザワールドいますね。はい、血のりと包帯のいますね。はい、ジルコ東京でね、はい、して、で、去年ゲストだった、フルエフェクトのスネちゃんとかもいたりとか、あ、はい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 、あと、スクリッチイントゥーザレインとか、うん、結構番組ゲストも実はこれだったんです。有本様も出てました。あ、じゃあもうたくさん、ね、そうですね、実はこのフェスザリフェスです。ザリフェス俺の友達ばっかりやん、番組ゲストばっかりやんみたいな結果なんですけどね。まあそんな感じで対バンもさせていただいたりとか、はい、まあ昨年ですか、番組ゲストで、出演してくれたゾストさんと、あ、はい、共同主催のね、そうです、やりましたね。はい、12月にやらせていただきます。はい、あれも見に行かせていただきまして、 ありがとうございます。そこもそういえばリモンさんいましたね。いましたね。なんだかんだうちらの周り、そうですね、いますね、はい、彼もういつもよくしてもらったばっかりで、うちらお世話になっております。お世話になってます。ということでね、4年やってきたということでして、この3人でね、はい、まあまあメンバーチェンジ多少あったりしても、そうそうですね、はい、3人で、今年4周年ということで活動されてるということでして、ね、うん、やっぱりもう4年の中でその先導するっていう中、今までの その活動とかもそうなんですけど、はい、なんか目標じゃないですけど、そういうのとかって掲げてきたわけですか、先導する、具体的に言うと。ですね、うん、その音楽を通して、その先導するっていうと、まあ大げさなんですけど、VK っていう枠にとらわれないっていうのはもう常に考えてましたね。おー、なるほどなるほど。それはやっぱりもう、まあ音楽という広い意味でね、そうですね、先導っていう、その、まあみんな連れていくっていうかね、そうですね、していく中で、
まあ演奏もそうですけど、やっぱハードだし乗りやすいしっていうのがあるじゃないですか、はい、レーザーワードってなんか、はい、そのやっぱりダイさんの声とか、はい、その、まあ、ちょっと激しいギターとか、はい、その見た目すごい可愛いんですけどね、はい、めっちゃ前に攻めますよ攻めますね。そしてノブさんの何ですかね、あの雷神にも出そうなぐらいの勢いあるとかっていうかあれスティックじゃないですね、オープンフィンガーグローブの方が似合いますね。あ、確かにもうだいぶ鍛えられてますからね、はい、そのパワーだけじゃなくて、まあ、もちろんポップスの部分とか、はい、あのね、エルザワードの曲ってそのこの声、ライルさんの声ですごい激しいのやっていくかと思いきや、実はメロディアスだったり乗りやすいあのキラキラリングなんかつけてみるので、あ、はい、そうですね、お客さんがやってくれてますね、はい、楽しい雰囲気でね、はい、ジャンプしたりとか、そういう二面性だったりとか、そういうところも、はい、結構なんか VK 以外の人もすごい実は聞きやすいんじゃないかなっていうのが私の感想。はい、そうだと嬉しいです。いやいや、そう実際、まあ、生々しい話するとやっぱりこの4年でお客さんもどん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 先導してきてるんじゃないかなっていうのは。そうかもしれないですね。いやいや、まあ、でも割と僕がいろんなところからオファーもらったりするんですけど、うん、歌いに行くだけとかでも、うん、あの結構行くんですよ。ほう、ちょっとぶっ込んだ話をすると、あの僕和歌山女子刑務所でも歌ってて、はい、え、慰問に行ったんですよ。あ、いや、びっくりした、そういうことか、はい、あの悪いことしてみたいなでも女子刑務所じゃないですかね、はい、あ、慰問、はい、それ初めて来ました。そうなんですよ、別に隠してるわけでもなく、その時はそれで公表してたんですけど、へー、要はソロ歌ってってことですね。そうです、そうです、その、まあその中の、はい、受刑者ですよね、そうです、方々に向けて。そうです。へー、幅広、まさにあらゆるジャンルというか、こだわらずにやってらっしゃるんです、ね、そうなんです。あ、これはすごいですね。初めて来ました。なんか僕はあんまりアウェイって思ったことがないんですよ、うん、どこでやっても、まあ、それはもうその武器が絶対的についてるからこそだと思うし、確固たる自信っていうか、やっぱそういうのがあるんじゃないかなっていうのは。なんて自信がない、何を言ってるんですか自信がないとかそんな謙遜させなくても、自信はないけど挑戦はしたいっていう、なんか、おうおう、なるほどね、気持ちが結構ある、うん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 、そういうところから、まあ、刑務所でっていうのは、はい、そうですね。え、何歌ったとか聞いていいんですかね。自分たちの曲ですね。え、エルザ、はい、エルザ、はい、エルザの曲を歌いましたね。え、じゃ あ, あのみんなで2ステップ踏んだりとかしたんですかね。いや、それがね、あ、ダメなんですよ。やっぱ乗っちゃうとかしちゃダメなんじゃなかったりして。ダメです、ダメです。で、禁止事項を結構もらってたんですよ。ああ、なるほど。あの拳上げてほしいとか、うん、そういうの言っちゃダメなんですよね。ああ、煽ったりとか。煽ったりダメなんですよ。うんうん、で、もう言っちゃったんですよね。ダメって。そう、そうなんですよ。で、ちょっと受刑者の方々がにこやかになったりとかして、はい、ちょびっと乗っちゃったんですよね。はいはい、で、後から怒られるかなと思ったんですけど、はい、まあ、怒られることなく、あ、なんかあの、たまにはぐらいの感じで、いやー、よかった、逆台でモッシュしろみたいなのやってたら、 あの人数でやったらやばいっすねまさに暴動的な暴動みたいな、もう悪いやつでしかないっすね、まあ、でもそれすごいですね、はい、そういうことも活動されてるということですね、はい、ということで今年はさらにね、はい、まあ、4周年を迎え、はい、さらなる多分というかね、はい、いろいろ活動していくと、はい、レザーワードですが、ライブ情報、はい、早速お願いします。はい、2月の25日に、はい、僕たちが所属するリバークという、レーベルがあるんですけど、そこの主催で、はい、新宿クラブサイエンスでやります、はい、そして、3月25日も同じく、はい、リバークの主催イベントで、はい、新宿クラブサイエンスでやります、はい、ということですので、はい、さらに、リリースはい、ということです。そうなんです、先ほど言いました3月25日ですね、うん、この新宿クラブサイエンスのライブの日から新しい曲が、配信になりますんで、ぜひダウンロードしてください。お願いします、はい、まあ、タイトルとかはまた未定なんで、カミングスンってやつですね。そうです、で常になんか発表があったらということで、はい、全ての、情報なんですけれども、はい、ホームページや SNS は何で検索すれば出てきますかね。はい、エルザワールドで検索したらもちろん出てくるんですけども、はい、カタカナで僕らの通称ですね、うん、エルザワと確認してください、うん、そうすると、まあね、全部出てきますので、はい、チェックしてみてくださいと。お願いします。まあ、Twitter とかもね、メンバーさんみんなやってますので、はい、たまにね、あの
なんか楽器弾いてる動画とかも上げてたりするし、ね、ああ上げてますね。びっくりしました、ね、いやもう遊んでますよね。いや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 すごいですよね。ラリーさん演奏もするし演奏は好きです ね、 ね、そういうのもやってますので、はい、ツイッターもチェックしてみてください、はい、ミザリオの、ツイッターからもリンク貼って飛べるようにしますので、ぜひチェックの方お願いします。そしてフォローね、はい、お願いしますということでして、はい、そうそう、お時間なんですよ。はい、早い早いですね。いろいろまだまだ話し足りないこと絶対あると思いますので、はい、来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでして、ゲストはエルザワードのライルさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ミザリオの音楽のまた来週。TV.